今からでですす。ね、じゃがいもの作作りやっていきます前作はトマトマした。同じナスカなんですけどもナスカが結構多いのでどうしてもね続いてナスカナスカってなってしまうんですけども基本的に地中の、ね、活力これをね期待して同じ科目の、ね、ナスカの連作になってしまいますが続けてじゃがいもを育てていきたいなと思います。 秋にね、トマトを撤去してからずっと放置してあって、マルチをね、張ってありました。そのマルチはすでに剥がしてあります。最初、土をですね、このように掘り起こします。すでにウネになっているところは土が柔らかいので、あと、僕のね、上腕二頭筋のトレーニングのために、耕運器は使わないで、人力でこのようにクワで土をウネの横に出していきます。ウネの幅は大体いい1メートルで、片側をこのように掘り起こしてから、 逆逆側に回っててですすね逆サイドの方も掘り起こしていきますトマトもナス科でジャガイモもナス科で同じナス科なんで連作障害が出るかも分かんないんですね。あなたは連作障害がなぜ起きるかご存知でしょうかこれですね、特定の作物だとか同じ科の作物を栽培し続けるとですね、病害虫だとか生育障害が多く発生する状況のことを連作障害と言います。で原因としては、 特定の病原菌、あるいは、 土の中にいる線虫これがですね増えていきますあと作物野菜自身が分泌する有害物質というのがあってこれがですね土の中に溜まっていきますそして他にもありまして土の中の特定成分の欠乏というのも原因になりますそれから土壌のですね排水性だとか通気性ですねこういうものが偏ってくるという原因がありますで対策としてはですねもももう言わずもがななんですけども できるだけ縁の遠い品種あるいは蚊のですね、作物を組み合わせた輪作をやっていくそれから効果があるのは有機肥料を使っていくということですねまた pH もですね、傾いてしまうとですね、連作障害になりやすいので土の酸性度アルカリ どうですね、まあ時々測ってですねその作物に合ってるかどうかを確認していくあとですねコンパニオンプランツをうまく活用していくと連作障害になりにくいと言われていますはいこのねうね大体1 0メートルぐらいあるんですけど約30分ぐらいかけて土を掘り起こしました今からですね有機肥料のミックス肥料を作っていきますまず 今入れてるのは、えー、お隣のお師匠さんからいただいたバフン対比ですね。これ先日お手伝いして入手しました。まずこのバフン対比、これをですね、バケツの中に入れていきます。大体いいバケツのですね、3分の1ぐらいまで入れます。本当はね、 トロバコがあれば、トロバコの方が平たいんでやりやすいんですけど、かき混ぜる時にですね、トロバコがあった方がいいですね。で、今、トロバコね、ちょっと実家に持っていっちゃっててですね、実家でもちょっと今、プランターでの家庭菜園、プランターを使ったあ栽培をやってましてですね、えー、畑にないので、畑でも使えるように、本当はトロバコをね、もう一個ね、 買っておけけばいいですけども次は発酵済みの鶏粉ですね。これも入れていきます。今使っている発酵鶏粉は粉状になっているので、鶏粉の粉がですね空気中に舞いますので、あんまり吸い込まないようにしてください。マスクとかしてた方が本当はいいかもしれないですね。それで、バーフン堆肥とこの鶏粉を均等になるようにかき混ぜていきます。次は有機石灰ですね。かき殻石灰が中心ですね。でカルシウム とか微量成分ですねこういうものが入っています。これもね、かき混ぜていきます。次に米ぬかですね。本当は米ぬかからですね、ぼかし肥料を作っておきたかったんですけど、今年はちょっといろいろ時間がなくて、ぼかし肥料を作れてませんでした。ですので、このように米ぬかをですね、肥料として使っていきます。米ぬかもね、非常にあのパウダー状になってますので、えー、吸い込まないように気をつけてください。これもですね、均等にかき混ぜていってください。バケツだとやはり やはりかき混ぜにくかったので手身をね持ってきてここにばらまいてですねで今のミックス肥料をよくかき混ぜていきますそしてもう一個油かすも入れておきます油かすを入れてよくかき混ぜてミックス肥料の完成ですはいそれではですね今配合した肥料を耕した溝に入れていきます均等になるようにこのように大きなスコップでですね溝の中に 堆肥を入れていきますだいたいバケツ1杯分の肥料がですね 10m の畝にちょうど入るぐらいになってます、まあ、たまたまなんでしょうけどもいい感じでですね肥料をこの溝の中に入れていきますそれでは土を埋め戻していきます今のねこの堆肥はあえて混ぜないで元とえとしてこのまま置いておきます またクワを使って埋め戻していきます耕すよりは筋肉使いませんがこのようにですね体は普段動かさないので筋肉を使っていきますどんどんね埋め戻していきますもうね実はね結構ね疲れてるかもわかんないですね土をだいたい埋め戻しましたのでトンボで ウネを作っていきますこのねトンボね一つあるとね非常に便利です子供がですね野球やってたのでこれトンボって言うんですけど農業の用語では冷気って言うんでしょうかはいこれがねあると本当便利ですね楽ですじゃがいも用の畝完成しましたこんな感じです 昨年のですね、収穫の動画をお見せいたします。イメージ的にはですね、こんな感じで収穫できたらいいかなと思っております。去年ですね、意外とこの草加病がですね、出なくて、美味しいね、ジャガイモが収穫できました。今年もね、 こんな感じで収穫できたらいいなと思っております。それでは収穫の動画を見ながらお別れです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。さようなら。バイバイ。